はい、皆さんこんばんは、ブルーです。本日はマリオカートツアーパート93、今日は、キングテイサーカップをやっていこうと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。前回ね、1週間前、ツイッターにて、ちょっとアンケートありましてね、その結果がこちらです。まあ、結果は、まあ、カップを、まあ、毎回ね、週に1回、投稿していこうと思います。まあ、今後ともね、よろしくお願いします。ということで、まず最初は、ヨッシーサーキット RX。まあ、ヨッシーで行こうか。どっちか。まあ、ポイントでちょっと稼ぎたいんで、ヨッシーで行きます。のマシンで、どうしよっかな。今かけていきます。さあ、現代カラーのレシーサーキット RX です。真ん中スタートです。3、2、1、ゴー。さあ、そしてここでまずはまた足踏み、やったりとか、まあ、さあ、まあ、すごいっすなぁと思ったら、まあ、ここからも失敗してるかなぁ。失敗しましょうか。失敗して。ああ、簡単と、先の前。なりました。それでは第2戦いってみよう。第2戦はフラッペッペスノーランド X。 今回はこちらの出します。そしてマシンにこちらでもう一回出します。さあ、 N64 のフラッペスノーランド X です。
さあどんなレースになるんでしょうか。3、2、1、キャー。さあフルスターのスタートでバンクで稼いで、はい、それでは第3戦行ってみよう。第3戦はキラーシップ X。 ここはどこで行こうかな。DS のキラーエッグヒップ X です。じゃあ真ん中スタートです。
それではラスト行ってみよう。ラストは決めろジャンプアクション。さあ決められたキャラマシン、グライダーでクリアを目指そう。さあ、まずジャンプアクションとにかく決めないといけないですね。まずジャンプ、とにかくジャンプアクションはとにかくジャンプする。だからとにかくジャンプすること。これははい、最後までね、ご視聴していただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、または高評価の方もよろしくお願いします。それではまた次回のマリオカートツアーでお会いしましょう。さようなら。